させんぞ。これは天命だ。私が預言者なのだ。お前ではなかったのだ。では終わりにするがいい。いや、お前を殺しても家族が帰るわけではない。無意味だ。真実はなく、許されぬ行為もまたない。眠れ安らかに。そなたがかの預言者か。よくぞここまで参った。さあ見せてみよ、その手のものを。話をせねば。あなたは我の中、死した時の名はミネルヴァ。その前はメルバにしてメラ。数えきれぬ。我だけではない。ジュノーはまたユニでもあった。ジュピターはまたティニアと呼ばれていた。あなたは神か。いや、神ではない。我らはそう、古き者。我らがこの世界を闊歩していた時、人は我らを理解しかねていた。我らは遥かに進んでいた。故に理解できなかったのだ。いや、過去、現在、未来、とはに理解はできぬのかもしれぬ。だがそれでもあえて警告しよう。聞くがよい。何の話かさっぱりわかりません。そなたに話しているわけではない。どういうことです？他に誰がいると？黙れ。話している相手はそなたではなく、そなたの先にいる。そなたは預言者、それに過ぎない。わらわは今時を超えて話しておるのだ。そなたは黙っておれ。聞くのだ。聞く。かつて我らが肉体を持ち繁栄を謳歌していた時代、人は我らを裏切ったのだ。恩義を忘れ、自らの作り主たる我らを。我らは強い。だが数は人が上だ。戦いは熾烈を極めた。地上の騒乱に気を取られていた我らは天に注意することを怠った。致命的な過ちだ。世界は焼き尽くされ、地上の全てが灰と化した。
人は滅亡の瀬戸際にあった。だが我らは人を我らの姿に近づけることにした。救うために我らは賭けに勝った。だが数はわずかだった。人も我らも多くが傷つき倒れ殺された。だがやがて大地に命が戻り始めた。我らは悲劇を繰り返さぬよう持てる力を注いだ。だが時間は残酷だ。我らは滅びゆこうとしている。我らの自責は今や神話となり果て、真実を知る者はごくわずかだ。せめて我が言葉が我らの失いし者を伝えるよすがとなればよいのだが、だがこれは希望の言葉でもあるのだ。他の神殿を見つけるがよい。戦いに背を向けた者たちが築いた神殿を我らを豪華から守らんと彼らは死力を尽くした。他の神殿を見つけ守り抜くことがもしできれば世界も守られるだろう。急げ、時間は少ない。十字をまといし者たち、彼らがそなたの前に立ちふさがるだろう。これだけだ。我が言葉伝えたぞ。我らにできることはもはやない。我らは去る、一人残らず。あとはそなたに託そう、デズモンド。は？デズモンド？何の話です？お待ちを。ちょっと伺いたいことが。なんだこの。あと10分もすれば来るぞ。機材をまとめないと。手遅れになる前にね、デズモンド。ああ。じゃあショーン、あなたとレベッカはここにあるものを全てまとめてトラックに積んで、あなたと私で食い止めるわよ。やつらが敵に発見されるのは時間の問題だな。むしろ十分遅すぎたくらいだ。行くわよ。どうする気だ？ここから逃げ出して、その後は別の隠れ家があるわ。そこ、奴らが来たわよ。トラックはこの先よ。マイルズ君、これは思いがけず嬉しい成り行きになったものだな。また人材を浪費するかと思った。手間が省けて助かったよ。何が望みなんだ？君たちが戻ることさ。君たちがいるんだ。一緒になすべき仕事はまだまだあるんだぞ。お断りしますわ、博士。君はあらゆる意味で私を失望させ続けるのだな、ルーシー君。私は君の恩人だぞ。覚えているだろう。なのに、その例がこれか？私を拾ってくれたのは実験を続けるためなのでしょ。人間を使ったね。違います。不毛な議論の繰り返しだな。それを言うなら、君はいつどんな時だって私の忠実な助手だったではないか。私の手が血で真っ赤なら君の手も真っ赤なはずだぞ。博士を止めないと。分かってる。Yeah.
問題だよ。君たちが叱るべき場所に連れ戻されるの。さてと先生、あとは俺たちだけのようだが、せいぜい勝ち誇れマイルズ君。どうせ今だけだ。デズモンド、さあ行くわよ。何をしてる？ほら、ルーシーに手を貸せ。おいデズモンド、急ぐんだ。この借りはいつか返せる。必ず償いをさせてやるわよ、博士には。さあどうする？当ては？北にアジトがあるの。あそこなら大丈夫なはずよ。何が起きつつあるのか実験結果を分析しないと。その後は？行くわよ。準備はできてる。どうせ先はまだ長いわ。途中アニムスを使うんじゃないかと思ったのよ。それはいいが、まず質問だ。その宝物庫のあれは何なんだ？あれこそ私が恐れていたことの証明よ。危険なのはテンプル騎士団じゃない。本当の脅威は。それは太陽か。どうなんだ地球は。どうかしら、わからない。確かに地球の磁場が弱まっているという説は前からあったけど、超巨大フレアが発生すれば磁極の逆転も起こり得ないわけじゃないわ。理論的にはね。もしそうなったら地球は不安定な状態になってしまうわ。とても不安定に。こいつはエセ科学の領域だが、戦士文明の連中が破滅的な事態に直面したに違いない。それにあの女性はミネルヴァだって。近々同じことが起こると思っているようだが。どっちにしてもお手上げだ。まだよ。データの解析を続けるわ。あなたも記憶の掘り起こしを続けて、何か発見があるかもしれない。わかった。じゃあ始めるか。